そして、非常に可愛らしいポメラニアン、まあ、ポメラニアンは東北の小型犬の国に属しますが、FCI では作られてきた起源から川の菌とずっと詰まったような種類ね、ということからこの大子、グループということになっております。ポメラニアン普通ですかね、小さな小型犬グループでいいと思いますね。同じ顔のちゃんと飛び合ってるような犬種がね、こうやって見るとみんな同じような顔つけて、こういうような形で作られてきた、犬種が作られてきた、これによってグループが FCI は分かれております。はい、コメディアンの最後のムーブメント、そして今度はサボエドです。まあ先ほど出てきましたが、スピッツの大きいみたいですね。もうまるっきり同じです。スピッツの大型犬グループですね。サモエド、やはり、サモエドという言葉からいくと、なんか寒いところで、ね、なんか作られてきたようなね、犬種でしょう。毛はふかふかして寒さが強そう、ね、非常に、気象の温厚な犬種にだんだん変わってまいりました。昔はちょっと臆病な子が多かったんだけどね、今は非常におとなしい、家族犬、愛玩犬としても十二分に、サモエドでございます。さあ、今ブルーメントに入りました。私たち子供の頃は、芝犬が非常に人気があった、泥棒多かったですからね、非常に番をしてくれた芝です。犬種も言わなくても十二分に分かりますでしょう。シベリアンハスキーですね、ソリームとして、有名ですね。北極圏ですかね、北極圏、いろんな、寒いところ雪国、などでね、ソリームとしてですね、たくさんつなげて、ソリを引っ張らす、このような犬種から作られてきた、シベリアンハスキーでございますね。寒さには強そうですね。硬いね、もうツンドラしたりそういうようなところでもこの足でですね、距離を引っ張ってね、来るわけですね。あ、シベリアンハスキーですね。さあ、6犬種から今度は4に絞られます。はい、4回さあ、スポットライトつきました。はい、フレオハウンドがグループの4席でございます。はい、おめでとう。続きまして3です。はい、3人ライトがつきまして、サモエドでしょうか。はい、サモエドがグループの3席です。はい、2席にポメラニアン。さあ、残すは1席。はい、おめでとうございます。グループのファースト、ごめん、スペリアンスキー、2番が、で、3が、サモエド、